はいどうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。スポーツ報知の妖怪ウォッチ特別号買ってきました。これ表紙は映画妖怪ウォッチの第2弾になってますね。これウィスパーが頭をこれウサピョンに引っ張られてるという。ちょっとね、中身見ていくと、はい、まずですね、ユニバーサルスタジオジャパンの記事載ってますね。この夏ですね、限定で妖怪ウォッチザリアルが開催されてるんですけど、もうこんな感じですよね。写真いくつか載ってますけど、ゲームの中にいるみたいってことで、なんか本当の街並みとかが結構リアルに再現されてます。でさらに見ていくと、最新のホビーとかやっぱ載ってますね。アニメとか、はい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 。で真ん中にはですね、特大のこれポスターが入ってます。ポスター広げるとこんな感じです。これ宇宙ダンスの決めポーズですよね。ポスターの裏面が妖怪大集合ってことで、めちゃくちゃ妖怪乗ってますね。ジバニャンもいるし、ブシニャンもキュービーも妖怪ウォッチバスターズの記事もしっかり載ってますね。はい、そして妖怪ウォッチ3がですね、2016年の夏発売決定。もうほんとだいぶ先ですよね。1年後待ち遠しい。はいはいはい。デラックス妖怪ウォッチプロトタイプとか最新のホビー、あ、妖怪ウォッチバスターズのオフィシャル完全攻略ガイド表紙載ってますね。こんなんなんや。福ガシャコインの QR コード付きで9月8日頃発売です。映画妖怪ウォッチ第2弾の見どころもたくさん載ってます。ということで、この妖怪ウォッチ特別号、妖怪ウォッチの最新ネタいっぱいですね。とセブンイレブンとかにもこちらの新聞置いているので、ぜひですね、妖怪ウォッチファンの方チェックしてみてください。